2001年から2005年の旧グル県グル県は、ウガンダ北部の県。1974年に、アチョリ県が東西に分割された際に西アチョリ県として設置され、1980年に県庁所在地のグルからグル県に改名された。2006年7月に西部の河岸がアムル県に分割された。カンパラの北約 330km に位置し、北東に キトグム県、東に、バデル県、南に、ランゴ地方のオヤム県と接する。キューグル県の南は、白、ナイルを挟みブニョロの、マシンディ県、西は、西ナイル地方のアルーア県及び、ネビ県、北西は、アジュマニ県、北は、スーダン南部であった。オモロ軍とアチュア軍が置かれている。 2002年の旧グル県の人口は479,496人、うちシングル県の人口は2 9万6 2 4人である。人口の多くは農民である。グルからは南に、リラ方面、西に、アルーア方面、北東に、キトゥグム方面、北西に、スーダンニムレ方面への幹線道路が伸び北部の中心都市の一つである。グル県は、 アチョリの詩人をことビテックやアリスアウマ、ジョゼフ・コニーの出生地であり、1986年以来、ヨーエリ・ムセベニの国民抵抗軍と、ウガンダ人民民主軍及び神の抵抗軍の戦争の舞台となった。住民の9割以上は強制移住をさせられ、町や市場の近くのキャンプに入れられた。LRA による誘拐を避けるため、子供たちは農村から都市部へ、 毎晩通うようになり、夜の通勤者と呼ばれた。ユニセフによると、グル県での夜の通勤者の数は、最大2万2千人から2006年8月には3664人にまで減少した。ありがとうございます。